はい、もうね岩島駅前を、まあ、左折して、まあ、これから行くところは十二沢パーキングですね。どうでしょうね、すんなり行けるんですかね。山だって、まあ、そこが右折すると道の駅吾妻橋ですね。気温は22度ですね。ぼちぼち右へ入る道が出てくると思うんですけどね。トンネルの手前ですね。ここです。今日もね、まあ岩カードの、まあ、撮影です。残る2枚が屏風岩と竜尾岩、まあ、それでコンプリートで、まあ岩櫃山の、まあ、スペシャルカードっていうかな。大変なんですけど、もうここがね、まあ、十二沢パーキングなんですよ。どうしようかな、ここが入っちゃうか。そうだね、もうね、そこのところにね、あるんですよ。まあ、屏風岩の説明かな。大戸口。まあ、昨日はね、ここを右から来たんです。どうでしょうね。スペシャルカードもらえますかね。観光協会ですね。駅舎内にあるんですよ。もうすぐそこを左折しますけどね。なかなか大変だよね。場所の選定がまあ分かりづらいかなみたいな、そんな気がしますね。もう少し、まあ、はっきりと分かるところにしてもらわないと、まあどこかなどこかなになっちゃってあと木がひしげっちゃってあまり分かりづらいっていうか、そんな感じもするし。
あ、やば。車が止まってる。ね、止まってるね。昨日置けたのにね。それではね、もう行ってきました。まあこちらの、まあ病部岩。それで、まあこちらの病部岩のカードですね。そしてこちらの竜ビーワの写真で、この竜ビーワですね。そして、まあ全部でね、まあ、8枚、まあ、コンプリートできたということで、これがですね、岩櫃山のスペシャルカードです。こんな感じのカードですね。はい。これが夢にまで見た9枚目のスペシャルカードでした。ご視聴ありがとうございました。よかったね。